どうもつぶつぶです。歴史的な猛暑も徐々に落ち着きを見せ、普通の夏ぐらいの気温になってまいりました。さらに猛暑だったこともあり、やや気温が下がっていくととても過ごしやすく感じるのですが、皆様が過ごしやすいと感じたら残念ながらちょっと菌たちにとっても過ごしやすい時期になるので、夏バテで弱っている多肉たちを時々こんな感じで被害に遭うことがあります。そんな時の対処法をお届けします。今回紹介する病気なのですが、こんな感じ、ご確認いただけるでしょうか。葉のあちこちに黒い点々が出てくる、こういった症状を見かけたら原因は高温と蒸れによるもの。この場合の高温、極度な高温ではなく25度ぐらいから30度ぐらいが多肉たちにとって発生しやすい時期ではないでしょうか。さらにお水をあげて土がなかなか乾かない株などがとてもなりやすいです。風通しのいい環境や扇風機などを当てている方はほとんど心配ない場合が多いのですが、やはり風がなかなか吹かず空気がこもっている環境で土がなかなか乾かない場合、いろんな要因が重なってこんな感じ。こちらはちょっとハウスの隅にあって、一度虫がついた時に根が少しやられてしまい、お水をあげて土がなかなか乾かなくなって、過湿によってちょっと病気になったんだと思われます。ちょっと一本切ってみましょう。はい、こんな感じ、黒い点々がたくさんついているのがご確認できるでしょうか。こちらの症状、もしこのまま放置するとどうなるのか。黒い点々が出始めたにもかかわらず、同じようにお水をあげて土がなかなか乾かないのにまたお水をあげる、他の多肉たちと同じタイミングでお世話をしてしまうと、どうしてもこの黒い点々がどんどん広がっていくことがあります。中には何とか持ち越してくれるものもありますが、大体の場合こんな感じで広がっていく。なのでこういった症状を見かけたら、まずは一旦お水をあげるのをやめる。株が小さいようでしたら一度鉢から取り上げてしっかりと土ごと乾燥させましょう。乾燥するだけで防げる場合がとても多いです。もしもご自宅にお薬がある方は、この時にお薬散布してあげましょう。そのお薬なのですが、こちらの病気はお持ちの方も多いんではないでしょうか。ベニカスプレーで大丈夫。こちら虫と病気に効く、そしてよく見ると実は病気は予防だけになっています。なので治療効果はあまり期待できません。もしも症状がひどくてなかなか止まらないときは、こういった予防効果と治療効果のあるお薬がいいかもしれません。ですがつぶつぶ屋の経験で言うと、こちらの病気乾燥しただけで結構止まります。さらにこの病気が隣の株にどんどん移っていかないためには、予防だけでもかなりの確率で止まるんではないでしょうか。こちらのお薬で止まらなかったということあまりありません。ただし置き場所や水やりなどの環境は変えてあげてます。こういった病気が発生したら、まずはその環境を整えてあげる。その環境なのですが、風通しのいい場所に移してあげる、そして水やりを控えてあげる、これで大丈夫。こちらの病気、最も心配するシーズンではないのですが、台風後の過湿で時々出ることがあります。秋の初めに、一番初めに火祭り、クラスターの仲間たちに出ることがとても多い。なので今回の台風でご自宅に多肉たちを避難された方、その中にクラスターがあった場合、戻してあげた後に黒い点々が出てないかチェックしてあげましょう。そして黒い点々が出て初期段階であれば、少しのお薬をシュシュッと撒いてあげて、なるべく早めに乾燥することによって症状がどんどん広がっていくということはほとんどないので、ご安心ください。なった場合はいち早くカットしたり、いち早く葉差しをしてあげるなど、
愛情たっぷりな応急処置は一旦待ってあげましょう。一度乾燥してあげて、お薬をまいて、菌が広がらなくなったタイミングでカットして、葉挿しして、秋にもりもり増やしましょう。お薬散布するときは手袋マスク忘れずに。こんな感じです。全体的にふわっと、ややしっかりめにかけてあげて、あとは風通しのいい日陰に置いてあげましょう。直射日光が当たるとちょっと葉っぱが黄色くなったり、ポロポロ落ちたりすることがあるので、直射日光が当たらない環境でしっかり管理。これで大丈夫です。ということで、今回は気温が落ち着いてくると時々見られるこういった症状、人間が過ごしやすくなると菌もちょっと過ごしやすくなるので、傷んだ株たちを見かけたらなるべく早めのお手入れがおすすめ。台風で避難される方や、台風で雨がしっかり当たってなかなか乾燥しない方も、こういったところに注意すれば大丈夫です。くれぐれも身の安全第一で過ごしましょう。週間天気予報の気温が徐々に下がってまいりました。9月15日ぐらいにはいよいよ30度切るんではないでしょうか。楽しい1年が待っていますので、あと少し頑張りましょう。